はい、では段取り前にご紹介いたします。いただく藤木直人さんです。よろしくお願いします。まあ、びっくりしましたよね。人間じゃない役が来るとは思ってなかったんで、マジかとは思いましたけど。はじめまして、よろしくお願いいたします。はい、はいはいはい、はいはいはい、どうしてどうしてですかね。こういう感じで。それはなんかあるでしょ。清水明さんみたいな。まあ、すごく難しいんですよね。基本的に出てくるこうヒューマノイドって僕しかいなくって、なのでさじ加減でいくらでもできる、まあ、大勢いてそのヒューマノイドの話だっていうんだったら、こういう動きにしよう、こういう喋り方にしようっていう表現の仕方があるんですけど、でもこの作品は別にそこを描きたいわけじゃないし、やっぱ総一郎とね、まあ、ある種リコのね話でもあるんで、悩みましたけどね。僕演じるピートがこう走って総一郎の家に向かうっていうシーンが、僕がこう用意してた走り方ではとても追いつかないぐらいのスピードで、めちゃくちゃ速いスピードでカメラ逃げていくんで、もうそこに合わせてもう必死になって走るみたいな。でこういう格好じゃないですか。ブーツでもあるし、カーパンだし。3日後ぐらいに筋肉痛が来ました、ね。どうしてるの？ちゃんとしないけど。OK です。OK。はい。どうしてるの？はい。OK です。はい。じゃあ。はい。藤木直人さん、全編シールです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。僕は大切な人を亡くす運命にあるらしい。下を向いて歩いてた。もう何も壊さないように。諦めなければ失敗じゃないでしょ。少し背伸びをして、ずっとそうちゃんが好きだった。大事なものは全部みんな消えてなくなる。30年も君を待ったんだ。まさか。偶然でしょうか、リコさんが亡くなったことも。わからないままにはしておけない。行きましょう、リコを救う。未来の話をするから驚かないで聞いてほしい。